感情迷路に誰を待ってるの。白いノートに綴ったようにもっと素直に吐き出したいよ。何から逃れたいんだ。現実って安くなるために生きてるんだって忘れちゃいそうな夜の真ん中、無難になんてやってられないから、狩る場所もないの。この想いを消してしまう理由はまだ人生長いでしょう。も関係じゃん。神曲多くねえか、剥がれん。